アメリカのトランプ前大統領や一族が経営する企業が資産価値を偽り不正な利益を得たとして提訴された民事訴訟が2日、ニューヨーク州の裁判所で始まりトランプ氏側は不正を否定しました。 トランプ氏は法廷に入る前、訴訟は自身が出馬を表明している来年の大統領選挙を妨害するためのものだと主張しましたこの民事訴訟ではトランプタワーなど不動産の価値を長期にわたり高く偽り銀行から融資を有利な条件で引き出すなどして不正に利益を得たとしてニューヨーク州の司法長官がトランプ氏らに対し2億5000万ドル およそ375の返還を求めています口頭弁論ではトランプ氏の代理人が詐欺の意図違法性債務不履行違反不当な利益などはないと主張しトランプ氏のビジネス観光は合法だと訴えました。